はい、わさびロム斉藤です。今日は4名の方に参加いただいて、Zoom メニューについて説明していきたいと思います。私と1人、熱帯魚さんが入ってくれてます。ちょっとギャラリービューにしてみましょう。はい、私とここに熱帯魚さんが入ってます。で、参加者の管理のところが5名になってます。でこれ表示してやると、だるまさん、招き猫さん、斉藤さんが、待機室で待機してくれてます。はい、じゃあ斉藤さんに参加してもらいましょう。はい、斉藤さんが参加してくれました。オーディオ、ちょっと待って。はい、斉藤さん参加してくれました。はい、じゃあ、はい、招き猫さんにも参加してもらいましょう。はい、招き猫さん。オーディオに接続する。はい、接続されました。だるまさんにも参加してもらいましょう。バーチャル背景を使ってます。ちょっとだるまさんは同じ部屋にいるので、ちょっとミュートしましょう。はい、猫さんもミュートしておきましょうか。はい、これ参加者全員揃ったので、参加者の欄はちょっと消します。あ、ここで、ちょっと説明しておきましょう。まず、授業でよく使えるのが、このすべてミュート。はい、これにすると、私の声だけしか入らなくなります。で、ここで、ビデオのオンとかもできます。例えば、招き猫さんを、ビデオ提示すると、はい、こうなります。はい。またビデオの開始。で、これはこちらからは開始できないので、依頼をして、本人に開始してもらわないといけません。はい、これで開始できました。で、それ以外、ここで全てミュート解除。はい、それではちょっとこの参加者のボタンは消していろいろ他に説明をしていきましょう。ちょっと画面を大きくします。今これがギャラリービューです。で、これをスピーカービューに変えます。はい、こうすると喋ってる人の声が大きくなります。今もねきねこさんですけれども、まあ、本にはならないんですね。だからこういうふうにダブルクリックしたら大きくなります。この、今ちょっとすべてミュートにしてるので私しか喋ってないんですけれども、例えば熱帯魚さんが喋ると熱帯魚さんが大きく。斉藤さんが喋ると斉藤さんが大きく。で、私が喋ると私が大きくなります。で、みんなの顔を見て喋りたいときは、このギャラリービューにすると、スマホで4名まで、タブレットは6名から9名、で、パソコンだと最大49名まで一覧できるみたいです。はい、一旦今日はここまでにしておきます。